はい、皆さんこんばんは、ワドツです。今日はですね、2019年2月の14日、17時1分ですね、バレンタインデーですね、木曜日のバレンタインデーですね、よろしくお願いします。今ね、帰ってきたところっすね。今帰ってきました、仕事から。疲れた、お疲れ。はい、ワドツ、お疲れ様です。超疲れた。今終わって帰ってきたところっすね。はい、お疲れ様。皆さんよろしくお願いします。いやー、大変だった。ありがとう、相手もありがとう。今ちょうど帰宅したところだよ。現場の仕事から帰ってきました。バレンタインチョコありがとう。なんか、ツイキャスの、なんだろう、バレンタイン限定アイテムかな。ありがとうございます。疲れた。金杯会？いやいや、現場仕事、現場仕事。現場仕事から帰宅したの、今。なんだ、逆に金杯会ってなんだい？逆に金杯会がわかんないけど。なんかカメラのね、機材でね、アイテムありがとうね。カメラの機材で、ジンバルっていうのがあるんだけど、それを使ってきて、めちゃめちゃ欲しいね、やっぱ。もう機材があれやこれや欲しくて欲しくてしょうがない。もうキリがないよね。お金がすごいかかる。あれも欲しい、これも欲しいだよ。なんかね、金梅さんに、いや、今日現場仕事あるからさ、なんだろう、あれだなと思って早めに寝ようと思ったんだけど、何時ぐらいかな、夜中の4時ぐらいに金梅さんから電話来て、なんか今からキャスバイから来てって言われて、まあね、先輩から呼ばれたら断るわけにいかないから、わかりましたっつって。で、そしたらひどんなさんいて、ひどんなさんと金梅さんと、あとドレさん、なんか珍しいメンバーだなと思って、この組み合わせね、なかなかないでしょうと思って。はい、アナラッキー、いらっしゃい、ハッピーバレンタイン。それで、まあ行くかと思って。もう疲れたわ。いや、ちょっと感動したよ。ちょっと感動した。ありがとう、ハートありがとう。なんか今日の現場が、小学校だったんだけど、小学校のロケで、なんかよかった、ちょっと泣きそうになっちゃったよ、俺。大人になって小学校に入ることなんかないじゃん。なんか、お母さんの気持ちとか分かった？子供とかの卒業式で泣くとか、父兄参観とかで泣くお母さんの気持ち、あれね、子供が育ったっていうのプラス、その自分の体験を思い出すんだよ。いつも楽しい配信ありがとう。ありがとう。ありがとう。メッセージカードありがとう。このコメント俺にしか読めないんだ。楽しんでるのかな？楽しんでるんだったら、わらわらって書けよ。笑って書かねえから滑ってるみたいになってんだからよ。ドレスさんね。いやー、泣くよ、あれ。俺、給食食べてるさ、学生見てさ、子供たち見てさ、泣きそうになっちゃったよ、ちょっと。伏せ頃のキャッチコピー決まったみたいだね、なんかね。おー、フクロウさん、いつもありがとう。フクロウさん、久しぶりだね。最近来なかったけど、たまにちょいちょい顔出してくれて。初コメで捨て頃見に行きますね。チケット手に入りました？捨て頃。今、プレミアムチケット状態っすよ。300席あるんですよ。
で、便所さんが手売りで100枚先行販売して、いつもそのなんだ、ローソンのチケットピアとかセブンとかファミリーマートのチケットのシステムで200枚売るんですよ。手売り100の、コンビニで200枚売るんですね。で、なんか便所祭が売る100枚、問い合わせ1500人来たらしいっすよ。だから、15人に1人しか手に入ってない状態。そう、全然チケット手に入らなくて、リスナーさんがなんか外れたとか当たったとか騒いでましたよ。セコンドなので見れそう。あ、そうなんですね。なるほど、なるほど。あ、でも、選手、みんな、あれですよ。携帯で見てますよ。遠くで見れないんですよ。楽屋でみんなモニターで見てますよ。多分、セコンドの方だと、バタバタしてると思うんで。寒いね、今日ね。寒い、本当に。いやー、疲れた。キャッチコピーはね、各選手のキャッチコピーが決まったみたいだね。売り文句みたいな。ああ、配信で、ワドーワドーって書いてね。ありがとう、ご近所アイテム。助かるよ。ありがとう。俺のキャッチコピー何だったかな？見てみようか。のキャッチコピーは、ステゴロード最終章クランクイン和戸監督。 ステゴロード最終章クランクイン和戸監督だって。 映画をもじってくれてんだね。映画とかかってるんだね。ありがたいね。ああ、便所さん考えたんじゃなくて、リスナーさんが考えたみたい、これは。リスナーさんがね、考えたキャッチコピーみたいだ。アイテムありがとう。さやかさっていうのがいるか。
入場曲はね、もう確定だね。俺は入場曲も決まってるね。仮面ライダーブラック RX だね。いい曲だよ。仮面ライダー黒いボディ、仮面ライダー真っ赤な目。曲もかっこいいんだよね。かっこいい。仮面ライダーブラックの影響なのかな、黒が好きなの。和道さんのセコンドは金映えチャンピン。いや俺ねちょっとね、チャンピンやりたいって言ったからお願いしたんだけど、チャンピン外そうかなって思ってんだよね、マジな話すると。ちょっと配信今やる気なさそうだし、なんつうんだろうな、セコンドやる気あんのかなっていう。なんかただ捨て頃に出演したいだけだったら別に俺じゃなくていいでしょうっていうのはあるから、あんまりちょっとなんだろう、やる気ない感じだったら、まあ、正直他の人にお願いした方がいいかなと思ってるから、ちょっと様子見てるかな。まあ一応チャンピオンしか決まってないんだけど、もしかしたら外すかもしれない。引っ越しするって言ってさ、あーまあ家賃高いかなあそこな。マリルボーンいらっしゃい。ちょっと違えんじゃねえかなと思ってる部分は俺の中ではあるね。なんかね、違うでしょうそれは。本当に応援してくれてる人からするとさ、あれじゃん。なんかただ捨て頃で露出したいだけだったら微妙かなと思ってて、ちょっと外すかもしれない、このままだと。お茶ありがとう。まあ悩んでるかな、ちょっと。だったらね、無名でも若手のやる気ある子とかにお願いしたいから、そこは微妙なところかな。悩みどころかな。最初結構ねガツガツメールでなんか一緒にトレーニングやろうとか言ってたんだけど、もう全然連絡ないから、ちょっとねこれはないんじゃないかなって思ってるかな。こんばんは。バレンタインチョコありがとう。ありがとう。
難しいよな。やっぱね、本気で応援してくれる人とね、一緒にね、やりたいもんね。ハートありがとう。キサラちゃんいらっしゃい。あかつ。ソースにないね。セレクション現象かなんけど、あ、メディアソースじゃないの。え、メディアソースじゃないの。あー、そういうことか。メディアソース。あ、ここ連携してるんだ。そういうことなんだ。そういうことか。まあいいや。なんかあれだよね、プレミアムリスマン見てたらさ、閲覧数結構俺多いのな。それにびっくりしない？こんなダラダラ配信でさ、こんなに多くていいの？もう2週間でさ、プレミアムリスマン結構人数いるぜ俺。びっくりしたんだけど自分で。これなんだけどさ、ほら17位だよ。17位、結構多いよね、人数ね。意外だわと思って自分でびっくりしたよ。2万人も見てんだと思って。すごいよね。すげー、2万人もこんなダラダラした放送を見てくれてありがたいよね。なんか感慨深いものがあるよね。あれだね、東京武道館埋まるね。東京武道館埋まるよ。すげえよ。腹減ったな。何食べよう。
コンティニューコインありがとう。サンキュー。コンティニューコインたくさんありがとう。たくさんあるね。じわじわ投げんなよ。腹立つな。なんなんだよ、なんでそんなじわじわ投げんだよ。なんだよ、じわ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 、なんなんだよ、その投げ方。なんでそんなじわじわ投げんだよ。やめろや。ゆっくり投げんのやめろや。お茶ばっかありがとう。あ、まとめて投げ方わかんないな。風邪はもう治った？大丈夫？熱出してぶっ倒れてたんでしょ。わざとかと思った。お茶バカありがとう。バレンタインありがとう。うわー、ありがとう。みーすけ、本命チョコ、ありがとうございまーす。ありがとう。君をガチ恋勢に認定するよ、僕の。ありがとうございます。あずあす。年に一回行かなければいけない講習を受けに行った。40度の熱で命がけだね。いやもうガチ恋勢でしょ。だってバレンタインの本命チョコ投げてくれんのミースケだけだからね。誰も投げてくんなよ。ありがとう。今日たくさん来るかな。いや、たくさん来てほしいな。たくさん来てほしいな。
もうでも人気がなくなってるからね俺。昔はねのりこと別れたっつったらね、和道さんの彼女になりたいっていう問い合わせが3件は来てたのに、もはや人気も金もなくなったからまあもともと金はなかったんだけど、人気がなくなっちゃったから誰からも問い合わせ来ないからねあ、彼女と別れたんだみたいになってるからあ、そうって別れたのって、誰からも問い合わせは一件も来ないよ、うん、なんか変な問い合わせは来るけど、私の悪口言ってたって聞いたんですけど本当ですかってなんだその問い合わせ。ロムセンさんの悪口は言わないですよって普通に返してよ。あの僕会ったことないですよねってコメント打ってますかって、コメント打ってない人の悪口は言わないと思うんですけど、そうだったんですねわらってコメントが返ってきた、返信が。ちょっと考えたら分かるはずなんだけどな、俺の放送見てない証拠なんだよね。わあ、ありがとう、ボータンさん、お茶爆50ありがとうございます、ありがとう、あざーす。本日初お茶爆だよ。何ちゃんと返事してて偉いって。だってさ、それって俺のリスナーじゃないってことじゃん。誰かの枠で誰かが私の悪口言ってた、ワド監督が、でワドに直接問い合わせた、俺の放送見てないし、その俺が悪口言ってるよお前のことって言った配信者のリスナーじゃん。もう俺からすると何なのだよ、そうだったんですねってなんだよみたいな。俺なんで俺こんな問い合わせ。あとなんか今日 LINE 来たのがなんか初めましてボクシングの話しませんかっていう問い合わせも来たんだけ どありがとうバレンタインマリルボーン、お茶爆100ありがとう、ありがとうございます。閲覧1誰が、いやいや、でその LINE がピコーンってきて、はじめましてこんにちはボクシングの話しませんかって言われたんだけど、俺なんて返信したらいいのか正解が分からなくて、ちょっと2日ぐらいなんて返せばいいんだろうってなっちゃってるんだよね。ないでしょ君たちの人生で、知らない人からいきなり LINE 申請が来て、ある、いきなりだよ、知らない人から。例えばみーすけさんとか、コキンちゃんさん、矢野ラッキーさん、マリルボーンさん、こんにちは、ケイちゃん、ボタンさん、こんにちは、パンケーキ作りについて語り合いませんか、もう正解ないでしょなんて返信する、みんな。そういうメールが来たら、俺はたまたまボクシングだったけど、いやパンケーキなのかわかんないけど、まあ、世界情勢について語り合いませんか。でも俺知らない人からね、いきなりボクシングについて語り合いませんかって言われても、んってなって、どう、いまだに返信できてないんだよね。いいですねってなるの、なる、本当に言ってる、それ本当に言ってんの。そこからなんかボクシング語り合ってな、だって誰かも分かんないんだよ。チョコ3つもらったのめっちゃ羨ましい。チョコ3つかならんよね。だからなんて返せばいいんだろうと思って、俺ひどんなからもらった手作りいや手作りのやつ食おう。これひどんなうまかったんだよな、普通にうまかったから食べよう。ありがとう、匿名さん花火ありがとう、花火どんちきありがとうございます。匿名さんあざます。このお金はですね、今日ね現場で使ったねジンバルの購入費に使わせていただきますよ。生活費貯まったら見せてください。ああこれひどんなの、こういうなんかパケに入ってて、チョコっていうかね、なんかなんだろう、クッ
キーでもないんだよな。クッキーとパンケーキの中間みたいな、なんか。俺お菓子あんま詳しくないからわかんないんだけど、美味しかったよ。これなんて言うんだ、スコーン、わかんないけど、こういうクッキーとなんだろう、パンの中間みたいな、ラスクじゃないしな、にチョコが入って、なんかなんて言うのこれ、ブラウニー作るって配信、ブラウニーっていうの、うん、これうまいよ普通に、うん、うん、なんだろうこれ、パンとクッキーの間みたいな、うまいうまい、うん、バレンタインなのに一人だよ俺今日、うん、うまいな、うん、あーしみるわ、うん、うまい、まあまあね、よかったよかったね、なのもう、はい、ありがとう。同級生のこってこてのゲイからチョコもらったけど、手作りかも。これ金梅さんにあげたやつであって、金梅さんがいらないから和野くん持って帰れよって言った。なんかちょっとひどんな、かわいそうだよね、ブラ、まあ、やめてもう本当に。小麦粉を脇でパフパフした愛情たっぷりのブラウニーとか、もう本当にね。殴りてえマジで。あー一人だ、寂しいよねなんかね。うん。いやでもうまい。撮影会よろしく。ちょっと面白いじゃん。あ、ドクター、ミスター M、S さん、ミスター S さんいらっしゃい。いい出だしだったね。今日は調子いいな。引っ張ったらダメだよ。一つの笑い大事にしようね。すぐ調子に乗るから。よかったよ。カレー王もにっこりだよ。こんばんは。うん、うん、いやあのね、調子がいいなってなって欲張って滑るパターンがあるから、うん、逆なんだよ。あのね、これみんな覚えといた方がいいよ。滑ったと思った時ほど間を置いてもう一回言ってみてごらん。二回目イラッとされるの。ただもう一回間を置いて全く同じ滑った構成で三回目言ってごらん。絶対ウケるから。滑った時ほど三回行けっていうのは、あの笑いの超詳しい同級生がいて、三回目はウケるっていう。ただ3回目をやる心を持ってないっていう話があって、で素人ほど受けたネタをこするって、受けたネタっていうのは鮮度があるからもう引っ張るなっていう、そう、その引き出しは1ヶ月間寝かせておけって言ってた。うん、すごい本当にお笑いやったら芸人でプロ行っただろうなっていう同級生で、あいつ今何やってんだろう。生主で言ったら、多分生主だったら石川の竜超えてるだろうね。べしゃり半端なくうまい。ためで。なんで毛が入ってんの？何この毛。これダメだよ、ひどんな。ひどんのダメだよ。毛はダメだよ。なんかこれ柔らかい。なんでサクサクしてたのにこれだけ柔らかいの？なんか怖いんだけど、毛がついてたやつだけどなんで柔らけえの。脇毛なの。
なんか柔らかいんだけど、これ怖くなってきた。なんかしっとりしてる、これだけ。何？ 別に深く考えてないよ。思ったまんまを伝えてるだけで。お前だわ、深く読んでるの。俺じゃねえわ。お前のイマジネーションの問題だわ。なんかね、人間の毛じゃなくて、なんだろう、動物の毛っぽい感じだった。なんかこれ味薄い。なんでハズレが最後に出てくるんだろう。かぼちゃくんの毛、なんか金色の毛だったんだけど、かぼちゃくんって何？ 俺情報全くないんだけど、金色の細い、多分猫か犬の毛なんだよね。何かぼちゃくんって。ああ、そう、ハムスターっぽいね。金色入ってる？で俺ひどんなの飼ってるハムスターの毛食わされそうになってんだよ。まあいいけど、別にネズミぐらい。どうってことはね。ハートありがとう。アイテムありがとう。何食おうかな、今日。疲れたな。とりあえず1週間ぐらい予定フラットになったな。欲しいな。隙がない女性の、もうやめて本当に。あ、でもサータンよくコメント書いてくれるよ。で、昨日なんか男に口説かれないのなんでなのって相談したから、いや隙がないからだよって言ってやったけど、綺麗な人だよ本当に。エロいお姉さんで、のりのんちゃん発狂してたけどね。ケロ鶏ガラババアとか言って。 のりこすごいんだよね。なんかのんちゃんもババアなんだけど、関係ないんだよね。ブチギレた時は、ババアがババアって言うから すごいいいんだよね。薬物混入とか絶対ないよ。あー、金魚姫いらっしゃい。お疲れ。俺ね、でもね、あれなんだよ、昔からそうなんだけどね、脈のない女はすぐわかるから、脈のない女はアプローチしないの。これもう昔からもう脈がないって判断を本能で察知したらノーアプローチだから。鶏ガラ 面白かったよね。こんばんは、ニンニ。
俺も今日は現場入ってきた。そんなところ誰も見てないであろう頑張ってる姿を褒めてあげてください。ガチアドバイス。ゲンちゃん了解っつって。あ、ゲンちゃんのミュージックビデオマジで作りたいんだよな。どんな映像を作ろうか、このミュージックビデオ。どんな映像がいいかな。これ曲何分ぐらいなんだ。どんな映像がいいかな、これ。しっとり。ああ、花火が、花火マシン作動してた。どんな映像がいいんだろうな。いろいろイマジネーションが湧いてくるよね。誰もいない部屋とか、薄暗い部屋とか。スライドショー的な映像舐めていく感じ。誰もいない空間を。ありがちだけど、ちょっと広めのリビングに椅子1個とか、センターに。夕暮れの海とかね。そうそうそう、それはもうフィックスでいいよね。固定で定点でね、シルエット、俺のシルエットでね。で、犬とか散歩してる女の子とか通り過ぎたり、鳥が通り過ぎたりするんですよ、シルエットで。でもザ・エンディングソングって感じでいいよね。オープニングソングではないじゃん。いいよね、エンディングソング。もうこれしかないっていうぐらいクオリティがパチッとハマってて、もうこれはゲンちゃんの曲は早く PV 作って YouTube にアップロードしたい。寂しい感じ出したいね。しっぽり。そう、あー終わりだ、放送終わりだっていうね、しっぽり感を出していきたいよね。十字架に貼り付けにされてるゲン、それをワインが出て見てるノリコ、夕暮れ。世界観が分かんねえよ。世界観が分からない。なんだろうな、なんかな、もうこれしかないっていう昭和な感じ出したいよな。お約束って大好きなの俺。あの、お約束ってよくない？漫画とか映画とかアニメとかもう絶対やる、お約束。もう誰もが想像つくみたいな。お約束かき集めた映画とか作りたいもんね。お約束しかやらないっていう。映像作りたいな。映像作りて。
あ、沖縄行きたいな。なんか今日の放送終わった時にドレさんの枠つけて現場に行く準備してたんだけど、ドレさんがちょうどバスキアじゃなくて、なんだっけ、バンクシーか、バンクシーのアートの話をすげえ熱く語ってて、でアートってこういうもんなんだよとか、バンクシーはアートは何やってもいいんだよみたいな、すげえなんかアートについてすっごく熱く語ってて。でドレさん昔実は画商やってたんだよ、あの人。絵を売る方の商売やってた、かじってたことあるらしいのね。2、3年だったかな。で、アートに結構多少関わってる部分があって、で、俺は配信的に切れて、ぶち切れてるアートを語ってて、ぶち切れてる流れだったから、ちょっと一ボケかまそうと思って、ドレさんって、ドレさんにとって僕はアーティストなのかなって言って、そんなわけねえだろうのくだりじゃん。どう考えても、俺のそのタイミングでドレさんがアンチコメントにぶち切れてて、で、フリじゃん、完全に。ドレさんにとって俺アーティストなのかなって聞いた瞬間にドレさんがシューンってなって、和道はまず芸術大学に通ってないから学歴の裏打ちがないだろってマジトーンで20分ぐらい説教トーンで 嘘だろとか思って、はいって でなって、学歴が全てだとは言わない、他にもなんとかっていうアーティストとか学歴のないアーティスト、でもそれにはなって、その世界的なアーティストの裏打ちがあってだなって、でお前が自分の作品をアートだって言うなら構わないよ、でお前は確かにその芸術的なセンスは多少勘はいいところはあると思う、でも世界的に見てお前の作品はアートではないんだよでなって言って、俺淡々と20分説教聞かされたの。もうさ、あの人ほんと天然だよね、ほんと。そこはさ、お前がアーティストなわけねえだろバカ野郎のくだりなのにさ 普通になんか説教されてるわ俺と思って、びっくりしたよね。本当にこの人配信者だなって思った 切り口が親戚の説教臭いおじさんの切り口だからびっくりするんだよね、本当に。面白かったな。どういうこととかって。世界観がわからねえよっていう。なんかでもね、ドルさんがね、最近やってるね、枠の冒頭に、なんか、自治ネタっていうの、その今ニュースとかになってる話題をドレさんが切るみたいなコーナーが始まってて、なんか俺そういう配信者のそういう新しい切り口とか見逃さないから、あのコーナー結構好きなんだよね。なんかこういう事件が起きてこうで俺はこう思うみたいな、あれはねパクろうかなってちょっと思ったけど、よくよく考えたら俺ニュース見ても何も語ることねえわって、興味ないで終わっちゃうからやめようとか思って、あれはでも面白いね、ドルさんのそのネタを作ってるなとか思って、お、サスケさんアイテムありがとう。いや説教じじい俺好きだからね、嫌いじゃないから、あ、悪口ではないよ。あ、説教おじさん結構好きなんだよね、めんどくさいおじさんね、で大体そういうおじさんってうだつが上がってないおじさんなんだよね甥っ子とかに説教するおじさんって大したことないやつほど説教するんだよね ありがとう。揃うね、最近ね。ボーナスありがとう。最近揃うね。ちょっと、バレンタインだよ、金魚姫。ギリチョコですか？ ギリチョコなの？金魚姫。マジかよ。頼むよ。いいんだよ。本気になってもいいんだよ。今俺は誰もいないから。ありがとう。友チョコありがとう。ギリありがとうございます。ギリ。ギリたくさんありがとう。揃わねえな
でもこれ面白い仕組みだよね。なんか、3つ揃うとプラスポイントみたいな。終わり。了解。ありがとう。捨て頃と映画。なんか、銀杯さんに、あれだな、すげえ、35から体力ガタッと落ちるって言われた。35から40にかけて。びっくりするよって。俺20代から30代入った時に体力ガタッと落ちて、一番びっくりしたのがね、体感があったのが、かすり傷ができたの、転んだかなんかで。で、2日ぐらいとか、1日とかで、かさぶたになって治るじゃん。それが、すりむいたやつが、なんか1週間経ってもなんか、あれ？かさぶた治ってねえみたいな。ターンオーバーがすごい遅れて、なんかその時にね、あれ？これが老化ってやつかって思った。で、疲れが抜けなかったりとか、まず徹夜があんまりできなくなったね。もう本当に徹夜毎日しても大丈夫だったぐらいだったのに、これでビビってるのに、35に入ってまた体力落ちるんだと思ったらびっくりしてさ。嘘。 結局何、アマゾン、配達中？あれ、なんか服はキャンセルできたのかな？アマギフって、アマケン？ありがとう、ニンニ。ありがとう、ありがとう。アマゾンギフト券かな？いやー、ていうか、名刺作らないとダメだなー。なんか、名刺切られて名刺持ってないですの、恥ずかしい感じね。名刺作んねえと、やばいぞ、これ。チョコレートの代わりありがとう。名刺自分で作れるんだけど、3枚ぐらい必要なんだよ。ぶっちゃけた話。要は、ちゃんとした仕事を本名で、普通の硬い名刺ね。もう名前と、おしゃれなデザインの名刺と、あと、貼ったりかます用の、もうなんかリスナーに配るけど、上からマウンティング仕掛ける用の名刺と、リスナーうんこちびるぐらい、もう俺はスーパースターだみたいな名刺と、あとはまあなんか普通に、なんかどうでもいいやつにどうでもいい情報を与える名刺。電話番号も住所も書いてなくて、名前だけ書いてあって、お前とは仕事しねえよっていうような義理名刺だね。撮影の仕事、そう、現場行ってきて帰ってきた。名刺必要になるとは思わなかったよ。別になくてもいいかなっていうのあるんだけどね。プリンターっていうか、まあデータを別に名刺屋さんに持ってけばすぐできるんだろうけど。いや、たまにね、手作り名刺の人いるけど、ないよ。プリンターの名刺出された時点でもうアウトだよ。まともな仕事は来ないよ。もうインクのノリでわかるし、自分の自宅のプリンターで刷っちゃってる名刺のレベルを配るって、はっきり言ってないレベル。一個ね、すごくいいやつがあるんだけど、本当に作ったような。でもね、やっぱ自宅のプリンターで作ったってバレるよ。配信者はみんな自宅プリンターのなんかもうひどいやつを配ってるから、ひどいやつだとハサミで切ってるやつとかいるからね。まあこれダメだろうっていう。ほら、一応社会経験あるから、社会人経験あるから、その辺はちゃんと作らないとなっていう。で、配信者で名刺持ってる人と持ってない人がいるんだけど、自宅のプリンターのやつほどどかそう。
もうこれ鉄板なので、配りたがるの。もうなんかもう本当にひどい名刺、自分でデザインした、デザインとも言えないんだよ、自分のなんかイラストか顔写真をなんかWindows のペイントで無理やり作ったみたいな、文字も明朝かゴシックしかないみたいな、もうデザインになってないのっていうのを配るやつほど過疎なので、俺ね、しっかりしたちゃんと業者でデザイナーも作った人は便所さんとエミさん、やっぱね、あの実業ちゃんと来てるんだよ、企業案件とかイベンターとして成立してるでしょ、そういう人ほどやっぱねちゃんと名刺しっかりしてる。いやいや絶対ダメ、ペーパーカッター R とかじゃなくてダメ、もうすぐバレるよ、絶対やめた方がいい、社会人としてマジないレベルだから。要はさ、仕事をお願いする仕事の関係でしょ、名刺を配るっていうのは。で、要はちゃんとしたものも作れない人に何かを頼むわけがないじゃん。いや名刺1個もしっかりしたものも作れないような人に俺は何かを頼む気にはならない、はっきり言って。名刺全然安いよ、50枚100枚ぐらいだったら2000、3000いかないぐらいだよ。だから東急ハンズとかその名刺屋さんみたいなところ多分2400円ぐらいからで、安いところだとすごいいい紙でネットとかだと1400円とか1300円とかで作ってくれるよ、うん、安いよ。それをさ、自宅のインクとかのさ、なんかこのラインが出ちゃうようなやつで作ったらダメだよ、それで仕事を失うんだよ。いや作らないとって本当に思ってんのよ。今日もすごいあの仕事で名刺いただいたんだけど、すいません名刺持ち合わせてなくてってなっちゃうから。いやその話してたんだよ。ありがとう、そうそう、お茶爆50ありがとうございます、ありがとう。便所さんの名刺はね2種類あるね、あの本名バージョンとあのリスナーに配るバージョン、3種類か、やっぱ便所さん3種類あるね。これが多分ね、リスナーに配るバージョン、遊び透明で踊る便所太郎イベンター、要はこれがさっき言ったあのハッタリかますバージョンだよ、リスナーに。これはもう遊びでリスナーに貼ってイベンターって書いてあるでしょ。でも本ちゃんのやつはあの本名車田亮太、電話番号住所しっかり書いて、あのインターネット配信者とか書かないの、あのなんつうの、企画イベントなんかなんつうんだろう、なんかそういう硬い感じで書いて、しっかりしたデザインでやる。これもうさ、だってさ、もう 写真捨て頃とかロゴとかも遊んでるじゃん、うん、今し終わったところで、あのあれでしょ、アーティストについてでしょ。そう、それで空気読めないなっていう話をしてた。俺はドルさんにボケたつもりだったの、ツッコミ待ちだったのね。お前がアーティストなわけねえだろバカ野郎っていう振りじゃん、あの流れは誰がどう見ても。だけど普通に淡々と説教されたっていう。ああ、和道はよ、お前は別にセンスは悪くねえよみたいな見てたんだあれ、セフィ。ただよ、あの学術的な根拠がないだろお前はみたいな。うん、ふわっちより高い花火って何？え、これ俺に値段お金入ってこないよ。そうそう、お茶爆50とお茶爆100以外俺に金入ってこないからそれ意味ないよ。いや、ドレさんピュアミンだよね、まさに。いや、だからドレさんのリスナーピュアミンばっかりじゃん。いや、ドレさんが典型的なピュアミンなんだよ、もう。本当にそうよ、あの人配信大好きなんだもん、うん、またお茶爆投げれない、もうって言われてもな、なんでなんだろう、うん、なんでなんだろうね、うん、ボケたんだ。いや、そうそうな、そうそうがボケたのはわかる。まあ年齢的にもそそはな、面白いコメントが打ちたいっていう風なの分かるけど、はたから見た場合、客観的に自分のコメントを読んでな、そそな、面白いか。やっぱり面白いコメントっていうのは読んだ時に薬とくるもんだ。でそれはやっぱり面白いセンスのあるコメントを書けるっていうのは、やっぱり万人が
まあ少なくとも今15人見てたら、8人ぐらいが「わら」って書くようなコメントが俺はボケだと思うんだみたいなトーンで言われたのよ。ちょっと嫌でしょ？このトーンで俺20分ドレさんにこすられたんだよ。きついだろ？俺がやられ、体感したらどうよ、そうそう。きついでしょ？あ、ニンニね、有料ポイントがないんだって。有料ポイントが切れてると、買えないって教えてくれてるよ。有料ポイント補充しておかないとダメなんだって。きついよね。重いよね。ボディーブローだよね。買ってる？何なんだろうね。900ある。ふんふんふん。ちょっとわかんないな。ありがとう。何食べようかな。それは無料分になってる。無料分を先投げないと有料分を投げられないってこと？どういう仕組みなんだろう。無料分になってる。無料分を使い切ってから有料になるのかな。有料ポイントから先に使われるので無料アイテムに使ってしまうと有料ポイントから引かれる。ああ、だからニンニたまになんかコンティニューコインめっちゃ投げてる時あるもんね。で、要はそれ使っちゃったパターンなんだ。無料アイテムに使っちゃってるパターンなんだ。で、勝手にポイントがなくなっててお茶爆が投げられないってことか。だから有料アイテム買ったらコンティニューコインとかお茶爆10とかを投げないで、お茶パック50とかを消費しないといけないのか。なるほど。なんかそういう小難しい仕組みなんだ。結果900ポイントあっても実質の有料ポイントはゼロ。まあ、うまく設計してるんだろうね。こすいな、ちょっとな。こすいやり方だな、それな。それはね、ちゃんとお金払ってるユーザーが分かりやすい仕組みをね、使わないとね。多分、ツイキャスのアカウント、自分のアカウントページにニンニがたどり着けるかどうか、俺は不安だけど。ふわっちはその分、すげえ、リスナーさんありがとう。ああ、聞いてくれてる人から素晴らしいね。助け舟が来ましたよ。じゃあ見てみましょうか。今来たんで。ロムってくれてる人がね、画像送ってくれた。分かりづらいわ。 分からねえわ。2000ポイントうち、有料1500ポイント、無料500ポイントを所持しているユーザーが3回アイテムを投げた場合、ほう、有料が1500ポイント、無料ポイント500持ってると。で、3回投げる。1回目は花火を投げたら、有料が使われちゃうと。で、俺には金入ってこないと。俺には金が0ポイント入ってこないと。で、2回目、
お茶爆100を投げたら1000ポイント使ったと。そしたら1000ポイント分俺に入ってくると。で、お茶爆50を投げた場合、有料ポイントから使われるんだ。これだ。これだ。つまり、有料ポイントをストックしちゃうと、花火とか、スタンプとか、コンティニューコインとかに使っちゃうと、有料ポイントが先に使われるから減って、ニンには900ポイントあるって言ってるのは、無料分が溜まっちゃってるって状態なんだ。だから、買ったらお茶爆50とかお茶爆100を先に投げないといけないんだ。という仕組みらしいです。ありがとうございます。先に有料ポイントを使い切ってから無料分を投げるようにしないと、結果配信者もリスナーも両方とも損すると。なるほど。ありがとうございます。すごいよね。ロムってくれてる人がこうやってパッて送ってくれる、この配信愛。これどういうことかって言ったら、喋ってる最中にね、こうやって番組の手の下でこうやってやったら、フリップをこうやって出した、全く画面に映らないフリップをこうやって渡して、こうやって、で、次のコーナーですっていうことだよ。これはすごいよ。これはすごいよ。このトークの間、コメントで説明せず、こうフリップを振って、これですって言って、あっつって、こうやってポンって。いいよ。愛を感じる。配信愛を感じるよね。配信愛を。お茶爆投げ切3000円買ったのに。 そうそう。だからもうパッて投げちゃえばいいの。パッて投げちゃえばいいの。 そうそう。まあ、有料分で、だからね、なんかね、任にね、無料分なのに、コンティニューコインとかお茶爆10とか投げまくってたから、なんでこんなに無料アイテム持ってんだと思ってびっくりしたんだよね。最近スクリーンでの説明流行ってる。まあまあ、ニコ生勢とか、もう昔の人はもうお手の物でしょ。お茶の子さいさいだよ、そんなの。昔はね、エミさんっていう人がね、イラストを描きながら、いろんな説明をするっていうのを画面に表示させてやってたんだよ。ホワイトボード代わりにするの。俺もたまにやるけどね。視覚的に、言葉だと伝わらなくて、視覚情報の方が伝わることって結構あったりするから。何かを説明するときは図が早い。今度からお茶爆だけにする。他の投げても監督男に。いや、コンティニューコインは欲しいんだよ。だから、お茶爆を先に投げた後、もし無料分が余ってたらコンティニューコイン投げてもらいたいかな。まあまあ、ニンニが分かりやすい感じでいいよ、全然。ニンニは独特だから。ニンニとボン、だって俺、今日のボン面白かったよ。昨日か。昨日の朝のボン面白くて、走ってるじゃん。ブワー走って、で、ボンが途中から来て、なんか28分経過って、あ、今日もやってくれてんだと思って、で、はぁ、って、今日のタイム何分でした、今日のタイムキーパー、他の人がやってくれてたから、何々さんでした、ありがとうございます、あ、花火ありがとうございますって、交差点まで普通に歩いてたら、34分経過っていきなり書いて。いやいや、ボンっつって、俺今走ってないでしょって。どうしたと思って、ぶっ壊れてんなこいつと思って、すげえ面白かった。ごめん、寝起きだから分かんなかったっつったけど、なんかね、猫の目とボンとニンニとノリコは同じジャンルだと思ってて、俺いつも言ってんだけど、障害持ってようがポンコツだろうが俺の中では全然いいの。別に、それは、だって本人がそうなりたくて生まれたわけじゃないから、なんか、目が青いとか、なんか肌が黒か黄色かイエローかホワイトかっていう、そういうジャンルだと思ってんの。なんかその、なんつう、なんか頭がいいか悪いかとかも。ただ、その、
猫の目ボンニンにノリコの憎めないところって、俺に対する愛情がすごいあるの。例えばそのボンとか全然連絡しないんだけど、あのノリコと付き合ってる時はその下心とか全くなくて、そのノリコと別れた瞬間から、いや今金梅さんが和道さんの話で屋形船の打ち合わせで大変だよって、和道さん起きてとか、その電話をかけてくんの。そう、金梅さんから屋形船、これは和道さんにとって配信的に盛り上がる、これは和道さんに知らせなければいけないっていう。で、普段電話してくんなって言ってんのも、ニンニもボンも分かってるわけだ。ね、この前もノリコも。でもそれを言う、あれだけ言っても突破してくるわけよ。で、そう、俺がすごく敏感に感じるところって、俺は解放も同じことやるんだけど、解放は自分の見返りのために言うのよ。その、自分の都合、自分が良くなるために連絡をしてくるわけじゃん。俺はそれ嫌いなの。その、むしろそういうことをする人がうぜえから連絡してくんなって全員に言ってるわけであって。でも、ニンニとボンと猫の目とノリコとかは昔からそうなんだけど、俺に害をあるわけじゃなくて、俺のためにやってくれてんのが伝わるのよ。そう、俺が連絡すんなって言っても乗り越えてくるわけよ、あいつらは。あんだけ言っても猫の目は、おはよう、仕事やで、和道。大阪っていうか関西は夜景今日綺麗やわとかずっと送ってくるの。それはまあ全然なんか俺にとってどうでもいい情報なんだけど、別に害が合ってるわけじゃなくて、その本猫の目の中ではなんかつながってるんだよ。そう、今日俺が話した今日夜景の写真がどうのこうのっていうのと、なぜ何かがリンクしててそうなってんのよ。そう、だからそれは別に、なんつうの、俺に対して嫌がらせをしようとか自分の利益になるようにとかじゃないのよ。そういうやつは俺好きなのよ。叱りつけるやつがムカついたら言うから、俺は。そうそう、個性個性。そう、いやもうすごいよね、世界観がよくわかんないよね。で、別にその異性として別に興味があるとかじゃないんだよ。その単純にはもう人類愛とかそういうレベルなんだよ。そう、なんかもうほっとけないんだと思うよ、単純に。だからそこに対してはね、俺はね、可愛いなって思う。年上だけどね、全員。あ、猫の目は年下かな。あんま、あんま気にしないけど。だから俺は愛情が深い人が好きなのね。愛を持ってる人が好きだから。愛のないやつは嫌いだからさ、そうそう、みんな自己都合で生きてるの嫌だもん俺。例えばニンニだったらさ、この前リスナーがさ、お前そのベッド洗ってんのかよ、ダニーんじゃねえのって。いや、いないよって、俺ダニーとか敏感だから、あのシーツとか洗ってる、ただベッドは干してないねって、部屋から出せないからって言ったら、いないよってちゃんと放送で言ってるのに、あ、ニンニがね、大変だってなった。もうアマゾンでダニーを潰す何かを。でピコンって LINE がすぐ来て、和道さんLINE ダニキラー送ったからって、いやニーニーキャンセルしてって、ダニいらないからって、ダニいないしまず話聞いてたって、いや私は許せない、あんな和道さんの、私の大好きな和道さんにの部屋にダニがいるなんて許せない、いやだからニーニーって、ダニいないからって、シーツ払ってるし、確かに干してはないけどダニはいないよって、コメントだからって、いやでもって言って、結局ダニ、さよならダニー送られてきたので、まあそれはいいじゃん、まあまあまあいいやと思って、でもなんか俺はもやっとしたんだけど、で今度はなんかあのほらミースケからウェア送られてきたじゃん、でまあウェア着させてもらってるんだけど、トレーニングの時に。今度そしたら、お前ハーフパンツでえのかみたいな、他のリスナーがなんかハーフパンツみたいなのを履けばみたいな、そしたら、あ、
いや、俺持ってない、ハーフパンツとかいらないからって、これにみーすけからもらったやつ着てっからっつったら、ピコンって ニンニが放送中にまた5分後に来て、ハーフパンツ送ったから、いらないよって、どうしたのって言ったら、ハーフパンツ持ってないなんて許せない ハーフパンツ持ってないのをバカにするリスナーが許せない もう面白いよね、本当にね。もうなんかもう囲いだよ優しいんだろうね。いや、優しいんだけど面白いよね。いや、まあ愛なのかな。もう古いんだよ、ニンニなんか。もう本当に古い。FC2 の頃からだから。俺がバーやってた頃の見てくれてるリスナーさん。まあ、ずっとこんな感じなんだけどね。もう付き合い長いから。何回俺に怒鳴られたか分かんないし、ボンとニンニなんか怒鳴られまくってるもんだよ。だって猫の目だってあれアンチだったんだよ、俺の。てめえ二度と来んなってブロック4回ぐらいしてんだよ、あいつ。なんでポンコツが集まってくんだろうな。ポンコツに好かれる何かを持ってるんだろうな。でも全然嫌いになれないね。だって 1分を数えられないんだよ、この人たちは。のりこも猫の目もニンニも1分経過ってコメントの計算がわからないんだよ。10分から走り始めて11分、放送時間が11分になったら1分経過って書く。放送時間が12分になったら2分経過になるって何度説明しても、ボンは最初書けなかったんだよ。もう一発目のコメントが11分14秒経過。5秒間違えたとか、もう一人でテンパってんの。で、ボンがいない時にニンに頼むよって、お前しかいないよっつったらできない。で、ノリコもできないっていうの。なんで1分経過っていうコメントが書けないのかがわからないんだよ、俺には。いや、だから本当に面白いと思う。まあ、ノリコは想像つくじゃん。もう、あんな感じだから。ね、ニンニもだから、もうボンとかもそんな感じなんでしょう、もう。本当に。タイムキーパーっていうか、1分数えられないライフスタイルを、よく生きてこれたなっていうかさ。よく今まで生き延びたなっていう。それが面白い。多分、小学1年生、賢い幼稚園生だったら、全然できることだから。いや、可愛いけど、非常に可愛いけど、懐いてるって感じだもん、俺からすると。年上なのにね、もうね、子供みたいなんだよ、のりことかニンニとかボンとか。でも猫の目だけはちょっとジャンル違うよね、多分あれね。薬じゃなくて、あれは本当の天然だと思うんだよ。ちょっと強すぎる天然のジャンルだから、猫の目は。猫の目だけちょっと質が違うかな。予備軍って感じだよね。最近はね、メルヘン X にハマってるんだよね、俺。
メルヘン X はね、多分ね、あいつ覚醒者だよ。あ、何書いてるか、あれ嵐に見えるでしょ。メルヘン X のコメント、あれ嵐じゃないんだよ。あいつが言ってること俺わかん、あれはね浅井さんタイプ。メルヘン X のコメント読んだら、よーく読んだら何言ってるかわかる。あれはね、多分ね、何言ってるかわかんなくて正解だと思う。あれはたまにいるんだけど、本当のぶっ飛んじゃってるっていうか、覚醒者って呼んでんだけど、俺はあれはもうね、開いちゃってる人だから、だから悪意はないんだ。最近のお気に入りはメルヘン X だな俺。あれはね、通訳できる俺は。どうも。あ、やっとワドカンって呼んでくれる人が出てきた。もう遅いよ、よいこさん。俺ワドカンって呼ばれたくて、ワド監督って名乗ってやっとだよ。ワド監督にコテハン変えてから何ヶ月経ってる？半年ぐらい経ってるよね。俺ワドカンって呼ばれたいがためだけに、俺ワド監督、そう、ワド監督ってコテハンにしたのね。でもなんか自分から言うのはマナー違反だと思ったから、ワドカンって呼ばれるまで頑張ろうと思ってたのね。半年かかったわ。いや、ワドカンって呼ばれたでしょ、やっぱり。やっと現れた、ワドカンって呼んでくれる人。待ってたよ。ワドカンって呼ばれたくて、俺はワド監督ってコテハンにしたんだもん。そう、そうだよ。ずーっと待ってたんだよ俺は、ワドカンって呼ばれるの。よかった。シワちゃんってやめた、本当に。いや、もう正直あれっすよ、買って2時間ぐらいで飽きてますよ本当のこと言うと。ただ悔しいじゃないですか、8000円かかってるんですよ正直買った帰り道の袋を持ってる自分がピークでしたよ。家帰って吸ってみたら全然、なんかもう次の日にはこれ吸いたくなってますから、もう正直飽きてますよ僕は全然良くないこんなの。ただリスナーさん買っちゃってるんですよ、僕のせいで。 2,3 人が、僕があんまりにもその帰りの、まだ開封もしてないのにテンション上がっちゃってバンバンプレゼンしちゃったから、うわ何そんなにいいのみたいな。で今頃買ったリスナーも飽きてますよそんなもんすよ、うん、もうとっくに飽きてますよ。そんなもんだよな。だから佐藤のご飯って意外と美味しいよねっていう話わかる？いや、佐藤のご飯すごいクオリティ上がってるんだってっていう、あの謎理論あるじゃん。いや、だったら佐藤のご飯だけになるはずじゃん。本当に美味しくて、本当にコスパが良くて、本当にその便利だったら、全部の家庭が佐藤のご飯になってるはずなんだよ。ただ佐藤のご飯は佐藤のご飯でしょっていう話よ。
話半分に聞けっていうのはこういうことだよ。佐野理論は別。佐野理論、OK。これ大事な話。これ大事な話なんだけど、OK。俺の話はね、小さい話をでっかくするのが得意なの。わかる？すっごい些細なことあるじゃん。些細なことを大きくしていくタイプの。面白くしようっていう努力なの、これは。佐野は違う。ありもしないことを、事実のように語る。これを嘘って言うの、人は。起こってない出来事を事実のように語るのを嘘というのね。佐野は違うの。全く体験もしてないし、全く事実も根拠もない話を100倍ぐらいに持って話すの。これが佐野理論。不可思議ね。これが佐野のトークね。わかった？スケールが違うの。レベルが違う。俺らは1とか5とかの話を100に言うのよ。面白くしたいがために。それはまた嘘とは違うから。そう、みんなに笑ってもらうためだから。佐野は違うよ。0を5000とか言う。0を5万とかそういうレベルだから。赤と吉の冷凍はうまいね。いや、あれはむしろポピュラーじゃん。そういう話じゃねえわ。お茶爆50ありがとうございます。佐野理論はできないよ。だってこれ、なんだろう、電凸、ニコ生の時電凸してたけど、青森には核兵器があるっていう話だったの。青森の原発あるだろって、あれは核だから、核兵器だからっつって。核弾頭に転用できるっていう話だよねっつったら、お前にわかだなって言われたの。ミサイルももうあると。青森に、で、もうリスナー笑ってんのよ。いいぞ、ワドみたいになってんの。よくやった、ワドみたいな。 いい話になってきたみたいになってて、で、しまいには、ってなって、で、なんでそれをマスコミとか、その日本人は知らないんだ、なんでお前は知ってるんだって言ったら、独自のルートを持ってる。というか、2チャンネラーとか昔のネット民だったらみんな知ってるみたいな話になってきたの。もう意味がわからないじゃん、そこまで行くと。それはね、高尾山フル装備でね、登山する男だよね。もう、俺らとはスケールが違うんだよ、あれは。そりゃ、グレイの久しもファンになるわな。生まれ持ったものが違うんだよ。 あの辺はね、もう無理。勝てない。どうあがいても勝てない。何喋っても面白くなるってずるいよ、本当に。 だからね、なんだろうな、酔っ払いまくってるアル中の話なんだけど、佐野のすごいところってそんなに酔ってなく見えるんだよ。でも冷静に考えたらさ、淡麗しか飲んでないわけじゃん。朝から起きて多分20本ぐらい飲んでるわけでしょ。で、ずーっと、水とか飲んでんの見たことないぐらい淡麗飲んでるわけじゃん。ベロンベロンですよ、朝から晩まで。だからもう何言ってるかわかんない。冷静に考えたら、ぐでんぐでんのベロンベロンなのに、よれてなく見えるから、ああいう話になるんだよ。ただのアル中なんだよ、あれ。だから。まあ、それも才能だよな。10年ぐらいずっと酔っ払ってんでしょ。まあ配信外も多分そうだから。ああ、ありがとう。かっこいいキャラクターじゃん。スプリットタンのね。かっこいいよね。浅野忠信いいよね。雰囲気あるよね。ツイッターが結構面白いんだよね、浅野忠信。かっこいいよな。いや、だからもうシラフなんてないんじゃないの？多分。佐野から生命エネルギー感じたい。やっぱバール以降ダメになったよね。バールまでは面白かったけど、
バールでやっぱバールがピークだよね。あんな面白いもの見れないもんな。だってさ、あの生で見てた人とか、あれリアルタイムで見てた人だって1ヶ月間ぐらいずっと鶴の神のことおちょくりまくってたのよ。ピッケル佐野だよとか言って、来れるもんなら来てみろよバカ野郎とか、もうずっと毎日悪口言ってたの。あ、小僧がこっぱやろてめえこの野郎とか言って、ずっと煽ってもうずっと煽って、あれだからね、怖くてあげれません、すいません、鶴さんって俺あんな命乞いを見たのは初めてなのよ。あのもう綺麗な命乞いというか、あれでもう心折れたんだろうね、佐野は。ぶっ壊れたんだよ。何でもしますから、謝りますから。あと怖くて開けれませんが好きだね。怖くて開けれませんって、もう心の声全部出すっていう、あれは佐野にしかできないよな。こんばんは、さとこちゃんいらっしゃい。あれは面白かった。いやもう見事な命乞いだよ本当に。ザ命乞いだよね。あれは配信、いや、あのだから当時言われてたのが、だからロハコ事件、バール、モリドン、この3点は超えることないんじゃないかって言われてたの。その神回が低迷期だったのよ。2年間ぐらい神回っていう神回がなくて、ニコ生自体になんかグダグダだったのね、ニコ生が。その時にロハコ事件、ゴシャブ事件っていう、もう超ドタバタ劇が起こって、その後バールでしょ、でモリドンでしょ。あの3つはね、やっぱ何回見ても面白いもんね。あれは面白い。鶴さんわかんないね、多分。まあ10日交流か20日交流か打たれてると思うよ。実際超えてないもんね。あれを生で見た人からするとさ、ふわっちとかツイキャスで言ってる神回とかさ、全然神回じゃなくてぬるいじゃん。ゴシャブ事件なんかもう超ドラマティックだったよね。すげえ面白かったもん。あんな神回もう起こらないだろうな。あの要はさ、ここは僕ん家だぞーって叫んでるロハコさんとか、俺がロハコさんチューしてるのとかしか知らないんだよ。あの YouTube とかさ、新規のリスナーって2時間とか5時間とか放送見ないから。違う、1ヶ月ぐらいずーっとまたいで、ピークがあそこなのよ。バールもそうなの。1ヶ月ぐらい煽ってボーンって反転するっていうかさ。そう、あー人に与えないか。まあでもね、やっぱね、配信外で配信者がみんな佐野のこと言うの。佐野大好きなのよ。俺ら本当に佐野ラブだから、佐野のこと嫌いな配信者っていないの。もう配信界の頂点なんだよ。みんな、もうレジェンドクラス、金梅さんとかヨッサンとかでも佐野の話するの、プライベートで。で、みんな佐野好きなの。ただ、みんな佐野好きな人ほど言うのが、最近の佐野は見てられないっていう。もう演歌歌手みたいな、要は昔俺紅白出てて、なんかミリオンセラー持ってましたって言って地方公演やってるようにしか見えないの。ドカソのドカソのドカソからお小遣いもらってんの、もうリスナーでもわかるじゃん。なんかレジェンド降臨みたいな感じで、なんかカソナマヌシとコラボしてるじゃん。だけどあれ完全に裏で5万か3万か渡されて、そう小銭で動いてるんだよ佐野が。もう耐えられないよ俺ら。それこそ佐野に100万ぐらい誰か渡せよって思うもん。まああれはドア破ってたらっつうか、俺あそこのドア行ってんだけど、あれは破れないけど、鉄板分厚いから。俺もぶっ壊そうとしてんのよ実は、あのドア。3人 KW レジデンスを突破を試みた。まず鮫島さんは中に入れなかったの、エントランスが閉まってて。で鮫島さんは何やったかっていうと、電話回線切ったの。電話回線だから電気のブレーカーを落としたの。で KW レジデンスの門は硬いって なってたの。伝説だったの。あの鮫島さんでも突破できなかったっつって。
で、俺が行った時が第2回目で、俺は玄関の前まで行ったんだけど、パソコンぶっ壊されたの。で、ドアガンガン蹴って、てめえ出てこいこの野郎とか言って、結局中に入れなかったの。で、最後3人目が鶴の神で、バールを持ってエントランスバリーンってバチ破って、鉄板のドアやったけど結局侵入不可だったの。KW レジデンスの門は硬いよ。うん。あそこはすごいよ。うん。パソコンぶっ壊されたからね。しかもさ、リスナーさんに買ってもらった初めて高級なもの買ってもらって、パソコンこじるってハードル高いんだよ、当時。今だったらパソコンみんな買ってもらってんじゃん。ちょっとちょうだいってツイッターに書いたら誰でももらえるよ。あの時パソコンもらえるっつったらさ、しかも過疎生主だよ。祭りなわけよ。和道がパソコンもらったぞって、今で言うとこの100万、200万もらったみたいな話、お祭りなのよ。で、俺からしても嬉しいわけじゃん。そういうスポンサー、初めて大口の支援者ができたわけだから。それを1ヶ月でぶっ壊されたんだよ。もうたまったもんじゃねえよ、本当に。さすがに、だから、パソコン壊された日、かわいそう、ワードってなったもん。旅配信の最中なのに、パソコンぶっ壊すバカがいんのかよ、つって。レジデンスは、だから、普通に俺、チャンマンファンだったから、店に行ったのよ、大阪旅してる時に。で、そしたら、なんか、帰れ。ああ。なんだてめえ、こぞ、とか言って、機嫌悪かったから、あ、帰ります、すいません、つって帰ったの。まあいいじゃん、そこは。ああ、ダメだったわ、つって。ちゃんまあ会いたかったけど、怒られちゃったって言って、帰ってホテルに泊まってたら、もう連絡がすごいのよ、DM とか。お前、佐野の放送見ろと。始まったぞ、つって。もうただ、普通にそのまま帰ったのに、その日の夜から朝までずっと酒飲んで、こっぱ野郎とか、俺が追い返してやったとか、もうずっとディスってんの。もうひどかったよ。ただ2秒ぐらいあっただけなのに、あいつ乗り込んできやがって、このクソガキが、とかずっと言われてるから、頭きて、どうすリスナーとどうするっつって、もう行けと。もう直接言わせようぜってなって、わかったわっつって、もう乗り込むわって言って、KW のあの流れの。そう、うん。ドアの前まで行ってるんだ。うん。もらって1ヶ月だったよ、レッツノート。すげえ悲しかったよ、うん、ねえ、せっかく支援してもらったのに。まあ今でも取っといてるけどね。まあでも今考えると、あれがあったから、まあね、覚えてもらったっていうか、うん、難しいよね。パソコン壊されたのは悔しいけど、それでたくさんの人が知ってもらえたからね。うん。いや、懐かしいよな。そのゲルゲもゲルゲで、まためちゃくちゃなんだよな、あれも。嘘つきだよ、嘘つき。まあ面白いよな、あの頃めちゃくちゃだったよな、ほんとどこの枠も。おい、わだつ。何食べようかな、6時か。何食べよう。天ぷらそば食べてえから、天ぷらまだ売ってっかな。スーパー行ってこようかな。スーパー行って天ぷら買ってそば茹でるか、サクッとね。で、寝よう今日は。あ、沖縄行きてえな。沖縄行きてえ。
やっぱそのほら俺とかって俺役者じゃん、演じてるじゃん。でもね、なんかね、本物の天然には勝てないよね。もう素でやってるタイプと作り込むタイプの2つのパターンに分かれるのよ。役を作り込んでいくタイプと天然タイプ。もうただ本当にすげえ面白いっていう。だからウナはもうほんあの天然タイプ、関慎吾さんも天然タイプ。で、天然タイプ見るとね、心折れる。光くんも天然タイプなの。こんばんは。天然タイプには勝てない。面白い。もう底抜けに面白いの。だ天然タイプの、あれなところはね、一回スランプにはまると重たい。抜け方がエセアカみたいに分かんなくなる。エセアカも天然タイプなんだけど、天然タイプはモラハなんだよね。面白くてハマってる時はもうめちゃくちゃ何やっても面白いんだけど、一回スランプ入るとね、抜け出すのに時間かかるっていう。役作り込むタイプはね、ヘラる。漏れなくヘラるタイプ。金映えさんはちょっと特殊なんだけど、どっちでもなくて、持ってる部分を過剰に追い込んでいくタイプ。だから役を演じてる感じじゃなくて、天然タイプなんだけど、反転するっていうのかな。ちょっと特殊タイプっていうか、なんて言うんだろう。普段おとなしくて温厚ですっごく優しいんだけど、パチーンってひっくり返すっていうか、追い込んでいくタイプだね。だから、演じるっていうか、持ってるその反面性っていうの、表と裏の裏側をぐーって追い込んでいくタイプだね。ちょっと特殊。金梅さんはどちらかっていうと天然タイプだけど、でよっさんは実は天然タイプじゃない、演じ込むタイプ、キャラクターガッチガチに作り込む、そっちタイプだね。もう大体2択に分かれんの、天然か作り込むか。で俺は明らかに作り込むタイプだから、それはね、要はね、自分の本音じゃない部分で表現するから、面白けりゃいいやっていう、そう、嘘をついてるわけだ。自分のキャラクターに。そうなるとヘラるんだよ。要はリスナーに誤解を与え続けるから。いや、本当の俺はこんなんじゃないとか、そうなってくの。漏れなくみんなそう。作り込むタイプは。現実とコメント欄のギャップとかで追い込まれていってヘラるっていう。ワンワンはド天然タイプだもんな。天然タイプは面白いよ。ただ息が長いっていうか、長くやるのは作るタイプかもしれないね。ドレさんは特殊なんだよな。演じてるタイプだよって本人は思ってるけど天然タイプっていう。本人は俺は役者だよ。俺は演技何でもできるんだよ。俺はっていうところが受けてると思ってるけど、実は天然を見抜かれてて天然が面白いっていう、特殊なタイプなんだよね。変。ずれてるとも言えるんだけど。いや、でもあの人頭めちゃくちゃいいよ。地頭めちゃくちゃいいよ。ただ、なんつうんだろう。根本的なところがね、なんかネット脳だったりとか、なんて言うんだろうな。変人だよね。頭はいいよ。頭はいいけど、なんて言えばいいんだろう。なんなんだろう。なんだろう。素の部分がやっぱド天然だから。ああ、硬いね。それは多分、それは性格の問題でしょ。そういう人なんでしょ。頭がいいよ。要はね、いや、要は勉強ができたり、要は英語と、何、だって3カ国語ぐらい喋れるでしょ。あの人確か。で、本も読むし、
Q ちゃんとキリスト教に話してた時も、さらっとその配信外で話した話とかも面白かったよ。とか、その、なんていうのかな。なんだろうな、あれは。いや、面白いよ。学も深いんだよ。ただ見せないんだよね。それを。ドレさん話長いんだから、その、いや、だからね、いや、まあまあ、俺は好きだけどな、面白い、すげえ面白いけどな。要は、頭良すぎて説明が下手なんだよな。頭良すぎて説明が下手な感じ。なんだろう、本人の中では伝わってる前提で話進めるんだよね。相手が理解してなくても。まあ、頭いいと思うよ。人の話はね、聞かないの。あれ、病気っていうかね、それはね、性格とも言ったんだけどね、ちょっと病気が関係してる部分だから、関わらないとわからないと思う。本当に、のりこがずっと運転しながらずっとニヤニヤ爆笑するぐらい、ずーっと後ろで2時間ぐらい喋ってんだよ。ずーっと、もう俺も最初の10分とか返しとか、そうなんだ、それどうなの?とかやってるんだけど、もう後半こうやってのんちゃんと目合わせながら、へえ、すごい、ああ、でもう本当にそんなのでも、本人はもう乗っていくのよ。もう明らかに塩対応にしても、だろう、だからよ、あれはこうでこうでこうなんだよってずっと喋ってんだよ。電話とかもそうなの。で、のんちゃんが咳込んだりするの2時間ぐらい経つと。とか、のんちゃんが もう、のりこそういうことしないけども、3時間とか2時間とかになってくると、もう、お腹空きすぎて、とか どれさんに聞こえるようにまず電話口でやったりするんだよ。そうそうそう。もうだからもう本当に、誤解してる人がいるんだけど、喋りが上手いからそう見えるんだけど、病的に本当にずっと喋ってんの、プライベートでも。どれをディスってるわけじゃなくて、事実を話してるんで、ディスってない、ディスってない。2時間、3時間ずーっと喋ってんの。電話で。で、俺が知ってる限りでそうだから、多分他の人にもそうやってるはずなんだよ。だから24時間ずっと喋ってるんだよ、一人で。多分。だと思うよ。そう、さんまさんタイプ、そう。そう、そう。そう。ほんとそれだわ。そう、実はさんまさんタイプ。喋り口とか語りの切り方が違うけど、そうだと思う。ずーっと喋ってるって言うじゃん。そのタイプ、そのタイプ。俺、人の話聞くの好きだから、意外と俺喋らないんだよ、プライベート。まあ、見てたらわかるでしょ。長く見てる人はずっと黙ってるじゃん、俺。最近配信者のスイッチもうパチって切ってるから、ここに座った時は喋るけど、こういう風に。これって明らかに、要は演じてるモードなのよ、俺の中では。こっちが本当だと誤解されるけど、ベッドでゴロゴロしてるのが素の俺なのね。いいとこのお坊ちゃんでしょ。どう考えても。教養もあるし、育て方、育てられ方見てたらわかるよね。あ、この人お坊ちゃんだなとか、お嬢様だな、すぐわかる。人との接し方とか、あと俺はね、食事をするとわかるね。あ、この人、育ちいいな、育ち悪いなっていう。要はもう、それは食事の時は絶対出るから。飯食うと。品っていうかね、店員さんとの対応であったりとか、なんだろう、飯食うって本能でやる行為じゃん。だからね、幼少期の体験とか出るんだよ。例えば箸の持ち方一つでも、あ、母子家庭だなとか、すぐわかる、俺。箸とか、その店員さんに声かけ方、食い方とか。なんだろう、品とかじゃなくてね、もう刷り込まれてる、親から受け継いでるものだから。そう。いや、飯はすぐわかるよ。
むしろ育ちが悪い人ほど分かんないの。分かんないから自覚がないわけじゃん。だからもう極端な話だけど、たまに女の子のお茶碗こう持つ子とかいるでしょ。こうじゃなくてこう引っ掛けて持ったりとか、ドッグイートする子とかいるでしょ。あれって普通の家庭だったら絶対やらせないことなのよ。だからそういうのに出るよ。まあまあまあ、そういうところとかもね。だから俺人と食いたくないの。人前で飯食うっていう行為が恥ずかしい行為だと思ってるから。そう、よっぽど仲良くなったりとか、よっぽどじゃないと食事ができないのよ。まず食うっていう行為が浅ましいっていう感覚があるの。まあこれ分かる人にしか分かんねえだろうな。結構ね、萎えるよ。汚い食い方する人とか。なんだろう、俺はね、本当に仲良くならないと飯食えないんだよね。なんか食ってるとこを見られたくないし。ういっすういっす。そういう感覚はあるね、自分の中に。俺ね、親父がすごい厳しかったから、要は小学2年生まではしっかり育てられて、そっからぶっ壊れて反転したタイプだから、教育は親父がすっごいしっかりしてたの。その例えば、そう、誰かの家にお邪魔したら必ず報告をしなさいって言って、で親父かおふくろが必ずその友達の家に今日はお世話になりましたって電話を入れるのよ。要はその相手の家に上がって、要はもてなされたっていう行為に対してお礼をしなければいけないと。それは電話だけじゃなくて、今度行く時には持ちなさいっていう、それを把握しないといけないっていう過程だったから、誰かの家に上がることがあったら上がってもいいと。ただその時は礼儀正しくしなさいとか、もう叩き込まれてんのよ、その幼少期に。で親に報告しろと。それはその親が礼をするためだっていう考え方だったりとか、それ大体わかるじゃん。で親父がいなくなってからもうどんどんぶっ壊れてくんだけど、うちの家庭はちゃんと教育はされてたと思うよ。俺がね、早食いなのはね、後半一人暮らしに入ってから、昔は早食いじゃなかった。そう、箸の持ち方はね、矯正した方がいいよ。気づいてるんだったら治るから、3ヶ月ぐらいで治るよ。あとやからかどうか分かるのがすごい嫌なのが、店員にだけ普段どんなに優しく接しててもやからがすぐ出るのは店員に対する態度。おい水とかでもう萎える。もう絶対やからだっていうのすぐバレる。ね、何が嫌だかっていうと、連れが恥かくとか、女の人デートしてる相手が恥かくっていうのを気づかないんだよね。不良の特徴だよ。店員に対して、良くない態度取るのは。どんなにビジネスライクにしてて礼儀正しくても出るから。それはね、俺ダメだと思う。店員がふざけた態度取ってるならやってもいいと思うよ、俺は。あと、なんで俺飲食店で店員に対する態度、変な態度取ったらまずいかっていうと、バックヤードに入るわけでしょ。嫌な客だったら唾とか入れるからね、平気で。だからそのリスクも嫌なのよ俺は。タクシーももう出るね。タクシーも出る。飲食は平気でやられるからね。ちゃんとした方がいいよ。だから気遣いだよね。気遣い、心遣い、心配り、気配りができるかどうかっていうところなんだろうな、多分。
なんかその裏表が嫌いだから、裏表最初からそういう人だったらいいのよ。もうパンクロックみたいな、なんかもう超不良みたいな、もう誰に対してもそうだったら俺は認めるの。ただ裏表があるのが嫌なんだよね。いや、分かってないな。いや俺だって飲食のバイト長いもん。もう底辺のアルバイトが何するかなんかクソガキとか分かんないよ。ムカついたらやるだろう。 うん、こんばんは、初見さんいらっしゃい。俺だって本人に言ってんだよ、ユータン本人に。俺だって字幕でユータンがコメント書いてる時普通に言ってるよ。だってあんなんだって書き垂れだろ、本当に。閲覧目当ての書き垂れだろ。ボロクソ言ってたって、あれ事実を言ってるつもりなんだけど俺。だから言った予言通りじゃねえかよ。思った通りの女だったじゃん。俺だって呪縛で全然ユータンコメント書いてる時言ってたよ。まあ、あれだろうってすぐやらせる女だろうとか普通に言ってたよ。別にこき下ろそうとかそんなんないよ。やっぱ配信やるんだったらさらけ出さないとかっこ悪いよ、男も女も。いいじゃん、俺らクズなんだから。ねえ、クズっぷりをさらけ出して初めて配信したんでしょ。偽るなよっていうね。わー、ありがとうございます。初見さんのプチョスさん、お茶爆100ありがとうございます。プチョスさんからお茶爆100いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、初見さんに負担していただいて。確かにその通りの女でしたけど、いや、いいんじゃない、よっさん好きなんだよって、私惚れてんだよって、一発やりてんだよって言った方が彼女は配信伸びるし、だってぶっちゃけた話、よっさんの書き垂れじゃん。だってそれをネタにしろよって思うけどな、配信者だったら。なんか、だって彼女は女で売ってて、リスナーから囲われたいんだろうけど、アイテム欲しいんだろうけど、逆に、だってそんなんめくれるよ。いつかバレるんだぜ。だったら開き直ってさ、いいんだよ、やりまんなんだよ、私、っつって、よっさんとやりてんだよ、好きなんだからって言って、閲覧バーンってよっさんファミリーに入って、よっさんの書き垂れになって、で、その上で、面白いから花火投げるっていう人が現れた方が、彼女のためになると思うけどね。あ、風船ありがとうございます。そうじゃないの？いつかバレるわけじゃん。だってさ、そんなさ、中途半端に女売っててさ、リスナー囲い込まれてさ、で、よっさんとパコってるのがバレてってなって、そしたらもうアンチ止まらないよ。全員離れるよ。で、ぶっちゃけた話ね、よっさんからすると100人いる女の中のなんか、下の方にいる、いつでもやれる女みたいな扱いでしょ？で、放送のネタにもならねえって判断されてるわけだから。いや、その方がかわいそうだし残酷だと思うんだけど。だったら売り込めよっつって、神回起こせやって思うけどね。まあ俺も狂ってるから俺が正しいとは思わないけど
俺はそっちの方がなんか U ターン好きになるけどね、こいつかっけえなみたいな、こいつ伸びんなみたいな、いや囲うわっていう感じだけど、カメラのことなん、あ、いえいえ、何でも、あの、僕はリスナーさんに食わせてもらってる身分なんで、知ってることとかなんか自分が役に立てることは何でも話しますよ。よっさんモテるに決まってんじゃん。昔からいい女超連れまくってるよ。俺プライベートでよっさんとすれ違った時に女連れてない日見たことないもん。女と手つないでいつも歩いてるよ、配信外で。モテるよ、超可愛い女の子だよ。なんかフランス人形みたいな、何この可愛い女の子っていうので、彼女っすかっつったら、いや違うっつって、モテるに決まってるじゃん、よっさんだよ。ねえ、神回あった方が面白いじゃんね。いや中途半端にやるんだったら、じゃあ才能があるから言ってんだよ。それがさ、なんか本当にどかそうだったら言わないもん。もう絡みあるし、言うたら伸びるって言ってたのよ、俺。押してるのよ、一応。いや、モテるでしょ。だって冷静に考えてもらんよ。何万人、だって予算って多分、日本の人口、どれくらいだろう、3000人に1人ぐらいは予算のこと確実に知ってるんだよ。日本全国の3000人に1人はよっさんのこと知ってんだよ。よっさんのこと好きっていう人いっぱいいるでしょ。その中にはブスも可愛い子もいるんだよ。どうしようもない、なんか貧乳の30過ぎたさ、ポットでのさ、生主のなんかブスなんだか美人なんだかわかんねえ、ねえ、ゆうたんみたいなのもいれば、超可愛い女の子もいるんだよ。そんなネタにもならなくて、ちょっと寂しい時に付き合ってくれる女の子ぐらいにしか考えてないでしょ、よっさんからしたら。だってよっさんが好きな女とか、ことかとかさ、ピュア系じゃん。なんかアイドル系っていうかさ、青春系っていうの、あれが本命だもん。そのゆうたんみたいなさ、アバズレみたいなさ、なんかスナックのチーママみたいなさ、なんか化粧濃い女付き合うわけねえじゃん。そう思わない？あんな相手にされるわけねえんだから。だったらセフレだって割り切ってネタ仕込めやっていう、開き直って逆に食う勢いでいけよって思うもん、うん、そう思わない？そっちの方が 100% 面白いだろ。あ、すぐやらせる女だよ。もう対応でわかるもん。だってよっさんとは手つないでさ、こっち映り込んだ時にはさ、もうとか言って寄りかかってきたじゃん、俺に。あ、こいつすぐさせる女だって、あの地元のヤンキーのやりまんだってすぐわかったもん。あのちょっと酒飲ませたらすぐ持ち帰れるタイプだ、誰でもいいんだよあれ、うん、ただあん中で一番よっさんがあの閲覧多くて金持ってるからすり寄ってるだけで、別によっさん好きでもないんだよあれ、別にどうで誰でもいいんだよ、金持ってたら。典型的なあのタイプだよ。でよっさんそういうの嫌いだから、自分の金に寄ってくる女じゃなくて、よっさんが好きなのっていうタイプの女の子が好きなの、よっさんは。誰でもいいんでしょ、金持ってたら。俺ね、囲われようとする配信者あんま好きじゃねえんだよな。なんかいいかっこしいみたいなのが多すぎない？最近なんだか知らねえけどよ、なんか囲われてんだか花火もらいてんだか知らねえけどよ、嫌われてなんぼだろう、配信者なんかクズでなんぼだろう。なんかね、アイドルみたいな、なんか勘違いしてんのかな、芸能人かなんかと勘違いしてんのかわかんねえけどさ、囲われてんだか金が欲しいんだかわかんないけど、俺あんま好きじゃないんだよね、そういうの。なんかありのままさらけ出してるやつの方がよっぽどかっこいいと思うけどね。そう思わない？
いや、アイドル見たきゃジャニーズでも見ろよとかテレビ見ろよと思うもんね。日本ね、日本一のイケメンとか美女とか女優さんとかアイドルがいっぱいいんだから、配信者やってる時点でさ大したことねえんだからさ。3人に1人ぐらいの美人だろ。芸能人気取り多いよな、大嫌いなんだよ俺。だからサインも断ってんの。もうリスナーもそういう風潮あんだよ、芸能人扱いするの。ここ最近サインください和道さんで、サインなんかないよって断ってんの。俺は小じきだよって、ステッカー買ってくれよっていうのそっちの方が良くない？なんで俺のサインなんかねえよ、サインなんかねえよ、なんで書くんだよそんなもん、対等でいいじゃんって。俺小じきなんだよって、ステッカー買ってくれよって、その前にって。なんだサインって、バカじゃねえの本当に。写真はわかるよ、あの気持ちは。ツイッターあげたいとかさ、記念にとか写真は全然あいいよいいよってやるけど、サインは意味わかんねえな。うん、なんだサインって、店とかやってんならわかるけどね、お店やってるんでサインくださいはわかるよ。配信者のサインお前部屋に飾って何の意味があんだよな、よくわかんねえわ。いやー、サインとか恥ずかしくて書けないね。ただ3回ぐらい書いたことはあるけどね。あのタトゥーが入ってたら書くね。怖いから。いや、書けます。どこに書けばいいですか。3枚書いたね俺。コア表かタトゥーが入ってる系の人は断らない。それ以外は断る。芋っぽいやつとかオタクっぽいやつとかクソババアはステッカー買えって言うけど、やからっぽい人はすぐ書くね。揉めたくないから、サラサラッと。キュッ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 。いいだろ、人による。やからはすぐ書くよ、全然は口答えとかしないよ。もちろんですよもちろん書きますよ、2枚書きますよっていうぐらいのニコニコしながら書く、ねえ気持ち悪いよね、なんかやだ。だったら芸能界行けよと思うよねそんだけイケメンだったらさ、そんだけあれだったら芸能界行けよバカ野郎ってね。こんなんね、動物園の動物なんだから俺ら。寄り目金髪手長猿だよね寄り目金髪手長猿っていうあんまり人気のない動物園の動物なんだよ。はい、風船ありがとう。ツバニャンっていうね、でっかいメスゴリラもいるしね、水族館もできる。サメもいるからね、なんだっているんだ。便所太郎さんというねオスゴリラもいるしね。何食べよっかな。あ、そっか、そば食べんだ。そば食べるんだ。
じゃあそろそろ終わりにしようかな。皆さんありがとうございました。お疲れ様です。今日ねちょっとね昼間動いてたんで終わりにしたいと思います。ぜひ皆さんフォローよろしくお願いします。最後にお気持ちアイテムいただけると嬉しいです。それじゃあまた明日会いましょう。お疲れ様でした。Stand by me.